シリーズの舞台となった映画館横浜に直劇解体直前の2007年私立探偵浜マ,マイクは映画館督臨解消による同名の探偵を主人公とするハードボイルド探偵ドラマのシリーズの総称である主演は長瀬正俊。映画3作が制作され後にテレビドラマ化されたタイトルはミッキー・スピレーンのハードボイルド探偵小説 マイクハマーシリーズをもじったもの。主人公のマイクは横浜の下町、小金町に実在した映画館横浜日劇の2階に事務所を構え妹と共に暮らしているという設定である。3部作として1993年から1996年までに3本が制作、劇場公開された。いずれも監督は林聖内、脚本は 林とチと、グワンダイ大ケの共作である。古き日本映画へのオマージュとして、一作目はモノクロで撮影され、二作目は1950年代のカラーの、日本映画のようなシネマスコープサイズ、総天然色で撮影する予定だったが、制作当時は、すでに総天然色の技術適用が困難になっていた、ため、点三作目は、通常のカラーフィルムで撮影された。私立探偵。 ハママイクシリーズ2002年7月1日から9月16日まで日本テレビ系列で毎週月曜22時22時54分に全12回が放送された。制作は読売テレビとパグポイントジャパン。制作は私立探偵ハママイクプロジェクト。平均視聴率は6.5%。林会場は原作としてのみの関与でマイク以外の設定が一新され一種の パラレルワールドとなっているが、星野など映画版のキャラクターが客演することもあった。最初に撮影が始まったのは、第6話の名前のない森。当時は、設定が決まっていない部分が多く、レギュラーはマイクのほか、山本のみ出演し、舞台も小金町でなく、山梨になっている。この作品は2002年2月の第52回ベルリン国際映画祭にも出品された。 VHS は放映版と同一内容だが、DVD はディレクターズカット版となっており、放映版と異なる場面がいくつか、あるほか、未公開映像も収録されている。また主題歌の部分の未音声がカットされていた。出演者の豪華さでも話題になり、当時テレビドラマから遠ざかっていた長瀬が主演したのは、もちろん、当時の夫人であった小泉京子が共演したことでも、大きな話題を呼んだ。 それぞれのエピソードごとに異なる監督が担当し、映画版の助監督や、新映の映像作家が多数起用された。脚本家も全話異なっている。また、全話とも VTR ではなく、当時の連続テレビ現代劇としては、異例の 16mm フィルム撮影で制作された。これは、映画人である長瀬が、フィルムにこだわったことや、過去のテレビ映画へのオマージュも込められている。 小道具にも凝こり、タイトルバックにおけるタイトルロゴの色や絵柄も毎回変更されていた。放映開始日の7月1日には、同じく読売テレビ制作、日本テレビ系で放送中だった、テレビアニメ、名探偵コナン第284は、中華街、雨のデジャビューに、長瀬正俊氏が、浜マイク役として、出演を果たした。 放送開始直前の6月8日から19日までの期間限定で大阪震災橋アメリカ村ビッグステップに浜マイクカフェがオープンし、探偵事務所のセットや小道具などが展示され、関連グッズが配布された。ありがとうございます。